久保さん、ネットビジネスの基本って露出ですよね。そう。前なんかあれですよね、アクセスも稼ぐ目的ですかみたいなね <laughs>。アクセス稼がなくて、どうやってビジネスすんねんっていう話なんですけどね <laughs>。なんかね、あのー、何なんだろうな。あのー、 みんなネットで、ネットビジネスで稼ぎたい、ネットで稼ぎたいっていう人、まあ、いてるんですけども、ネットで稼ぎたい割には、あの露出しようとしない <laughs>。まあ別にですね、動画やんないんだったら、あの、ブログやればいいだろうし、毎日ブログ書いてますか僕少なくとも1年、もうちょっとで3ヶ月毎日ですね <laughs>。これ10年ブログね。ブログ僕一切顔出ししてませんから。で、な,でなんでブログを僕は、 10年毎日更新するって決めたのかっていうと、検索流度を狙ってます。多分10年毎日1000文字近くうー、まあ多い時3000文字ぐらいあるんですけど、それを10年続けられるブログってあんまないんで、まあ検索流度、まあ見込めるかなっていう。まあ10年後じゃないとわかんないですけど。だからまあ、絶対やっとかないといけないんで <laughs>。 マストで、ね、だから会社出社しないと給料もらえないじゃないですかなんかそのみんな会社に出社してないけど給料欲しいみたいに言ってるんでなんバカな話あるかと <laughs> もうそもそもネットってアクセス集めないとダメなんでこれ無料でやるか有料でやるかしかないんですよね広告を出しますか僕は出さないって決めてるんで久保さんも広告出してないんですよ、ね、じゃあ何やるかというと無料でコンテンツ作っていくしかないじゃないですかでそれをやらないんだったらじゃあ広告出します いや、お金ありません。じゃあ、何に使うんすかみたいな話で <laughs>。なんかね、これもやだ、あれもやだ、これもやだ、でも稼ぎたい。そんなバカな話ないよっていう話で <laughs>。まあ、ネットビジネスはね、仮想通貨とかだったら、なんかね、前、久保さんなんか、お客さんで送り人がいたんですけど <laughs>、送り人に実はなりましたみたいなね <laughs>。すごいな、みたいな <laughs>。まあ、そういうのありますけどね。 あるけれども、じゃあそういうの言ってくださいっていう。まあ僕は情報ビジネスを教えてるので、まあそういうのが好きだったら、久保さん仮想通貨やってますので、久保さんのとこを聞いてみたらいかがですかっていう話ですね。まあ僕は、まあ何しても情報ビジネスは一点張りでやります。なんで情報ビジネス一点張りでやるかっていうと、0円でできるからです。<laughs> 0円でできて、あらり100%だからです。こんな、まあビジネスとして考えた場合、ー0円であらり100%のビジネスって、あんないっすよ。 まあ、初期費用ゼロであらり100%とかありえないでしょ。どう考えても。で、それがまかり通るんですよ。うん、だから僕借金返せたのはそれですからね。うん、ということで、まあ、今回借金が返せた理由とかにしておきましょうか。いってらっしゃい。